Welcome to Skajapa TV. Welcome to Skyrunning 世界選手権。スペインピレネー山脈で開催された2年に1度の世界最高峰の山岳レースであるスカイランニング世界選手権。コロナ禍にもかかわらず世界23カ国の代表チームが集結し、3日間にわたって熱戦が繰り広げられました。ビッグニュースとしては上田瑠偉選手がアジア勢として初の金メダル獲得という快挙を成し遂げました。それでは世界に挑んだ日本代表選手たちの熱きスカイな物語をご覧ください。シトロエンから全く新しいレジャービークル、ベルランゴ登場。夢中を詰め込んで人生を楽しもう。シトロエン。コロナ禍により1年間延期して開催された2020スカイランニング世界選手権は、1日目は駆け上り種目のバーティカルキロメーター、2日目は長距離種目のスカイウルトラ、3日目は中距離種目のスカイが開催されました。開催地はスペインカタルーニャ州のピレネー山脈に位置するバルデボイという山岳リゾート。標高2000から3000メーター級の山岳がそびえ立つ谷間へ、日本代表選手団は24時間以上の長旅を経て到着しました。感染拡大防止のため大会前日には検査によりコロナウイルスの陰性証明を受けて、いよいよ世界最高峰のスタート地点に立ちました。さあそれではレースの様子を見ていきましょう。1日目のバーティカルキロメーターは標高差1000メーターを一気に駆け上る短時間種目です。スタート方式としては一番早く駆け上った者が世界チャンピオンという勝負が分かりやすい一斉スタートの方式が採用されました。男子部門では序盤より日本チームのエースである上田瑠偉選手が先頭を引っ張ります。大海龍之介選手も攻めのレース展開によりトップ選手の背中が見える好位置につけました。スカイ部門を得意とする上庄原雅人選手も20番前後につけて前線。女子部門では上田彩香選手、楠田鈴葉選手の2名が序盤は15位前後につけました。さあフィニッシュ地点です。上田瑠偉選手はそのまま2位との差を広げてバーティカルキロメーターで優勝。ヨーロッパ勢が世界を圧倒してきたスカイランニングにおいてアジア勢として初めての金メダルを獲得しました。めっちゃ嬉しいですね。まあ面積にねライバルになるのはダニエルぐらいかなとは思ってたので、まあ五分でね勝って当たり前のようなメンツだったとは思うんですけど、それをねしっかりものにできたのはすごい嬉しいです。これでね、しっかりまた調整してまあさっきのねスカイマラソンも一個の勢いのまま、2冠狙えたらなというふうに思います。よし、おめでとう。ありがとうございました。よし、いや入賞狙ってたんですけど、7位か8位で悔しいです。悔しいか。前半でも3番2番前で戦えてたんで、良かったと思います。まあ、あさってのスカイに重きを置いてるんですけど、でもバーチカルはバーチカルでもう 120% 出し切ろうと思ってて、結構普段最後なんかちょっともどかしい感じで日本のレースだとゴールしたんですけど、今日は大さんが最後いたんでもう振り絞って最後の1秒まで出せたかなと思います。いや早かったです。世界は早かった。最初結構いい位置につけてたんですけど、もう途中からどん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 先に行って、でもそれでも気持ちは折れずに頑張ろうと思って最後までしんどかったけど出し切れたのは良かったなって思います。初めてだったんで、なんか世界の人がどういうスタート切るのかとか後半がってくるのとかちょっと分からなくなかったんですけど、まあ、そういう傾向的なものはなんか掴めたかなって思いますし、自分的にちょっとあんまり動かなかったかなっていうところあるんですけど、深いスタミナ対決、スタミナ勝負になると思うので、そういう面ではいい刺激になったかなと思いますので、明日はしっかり休んでスカイではトップ10入れるようにしっかり調整したいと思います。上田瑠偉選手の金メダル獲得によって好調な滑り出しであった日本チーム、各国が勢ぞろいする開会式ではギャラリーからの大喝采を受けました。ただし一筋縄でいかないのが世界最高峰の舞台です。まさか翌日に開催されたスカイウルトラでヨーロッパの洗礼を日本チームが受けることになるとは。
世界選手権2日目は長距離種目であるスカイウルトラが開催されました。距離 68km で累積標高差は 4880m、 標高 2000m 以上のテクニカルなルートの高所山岳が延々と続くハードなコース設定。朝日が昇る前の朝6時にスタートし、淡い色の空へと選手たちは駆け上っていきました。お疲れ様です。ゴーゴー。大きな山の塊を一つ越えてきた 30km の中間地点。男子部門、小川壮太選手は20位前後につけて、コースがハードになる後半の巻き返しを狙います。女子部門、星野ゆかり選手は第9位の好位置につけて、得意とする後半戦に入ります。馬場優子選手は20位前後につけています。タイムは伸びませんが、足取りはまだまだ軽いです。頑張。終盤の 50km 地点、小川壮太選手の姿が見えません。先に星野ゆかり選手が9位で現れました。まだ力強い足取りですぐ前にいる第7位、8位の選手に迫ります。小川壮太選手は内臓のトラブルによりフラフラの状態で現れ、 50km 地点のエイドステーションに倒れ込みます。馬場優吾選手が追いつき、先にフィニッシュに向けてスタートしました。その足取りは軽く、フィニッシュは問題なさそう。さあフィニッシュ地点、壮絶な旅を終えて星野ゆかり選手は9位でゴール。前を行く選手を追い抜くことはできませんでしたが、大健闘の結果でした。そして馬場優吾選手は19位で見事フィニッシュします。本当にもうスカイランニングって感じの、挑戦走って引っかかって下ってみたいな、すごい面白いコースだったんですけど、ちょっと本当にきついコースで、終わるのかとか、終わるのかなこれってすごい思ってました。ありがとうございました。とりあえず今何したい？体洗って、悩んだんですけど来て本当に良かったです。日本にポイントを入ることが私の仕事だと思ったので、絶対に戻ってこようと思って、最後まで諦めないで頑張りました。応援ありがとうございます。いや19位立派だと思います。何したい？この後。この後ですか？うん、もうね、甘いものたくさん食べたいです。早く壮太さんに会いたいですね。あ、なるほどね。小川壮太選手は消化系のトラブルによって満身創痍の状態でしたが、最後の約 18km の区間、テクニカルな山岳を飲まず食わずで歩き通しました。まさに執念意地、男壮太25位でフィニッシュです。いやっぱりメトロは簡単じゃないですね。ただまあ今回はもう前回のねリベンジっていうところで準備してきた部分もあったので、まあ不甲斐ない結果で結局同じ二の鉄を踏んでしまったんですが、まあ意地で帰ってきました。まあでもその甲斐あってポイントは取れたので、あのチームに貢献できてよかったです。いや今度はね、あの次の世代がウルトラでまた表彰台に乗って、くれることを願って、まあ、今年しっかりつないだので、そのバトンをまた若い世代に引き継いでもらいますね。ピレネー山脈の偉大さを叩き込まれるも全員がフィニッシュ。3名のウルトラスカイランナーに大きな拍手を。さあ世界選手権最終日は中距離種目であるスカイ部門。
距離 42km で累積標高差 2817m、 スピード、技術、スタミナの3拍子が問われるスカイランニングの花形種目は大観衆が沸き立つ中スタートしました。男子部門、急峻な坂の前にある 15km 地点のエイドステーションには日本のエース上田瑠偉選手がトップで滑り込みます。さらに近江龍之介選手も3位と好位置につけて通過。上條原松選手は21位で通過しました。女子部門 15km 地点では楠田鈴葉選手が14位で通過。呼吸中も足踏みを止めずにいて体は動いています。上田彩香選手は17位で通過。これから急峻な坂に入りますが気温が急激に上昇してきました。さあフィニッシュまであと10キロの 32km 地点、急峻でテクニカルな山岳が終わるポイントで上田瑠偉選手はトップと8分差の3位。しかしまだ前を狙い続けます。いい感じ。近江龍之介選手は順位を落とすものの7位で通過。前と3分差ぐらいかける。よし、3分差、もちゃもちゃ。上條原松選手は20位前後をキープして通過しました。そして栄光のフィニッシュ地点、上田瑠偉選手はそのまま3位でフィニッシュしました。スカイにおいて銅メダル獲得というのも歴史的な快挙です。この結果バーティカルとスカイ合わせたコンバインドでも優勝、2つ目の金メダル獲得。近江龍之介選手は最終的には8位でフィニッシュ、大健闘です。上條原松選手は順位を落として23位でフィニッシュ。世界最高峰のレベルを学びました。さあ 32km 地点に戻って女子部門です。楠田鈴葉選手がテクニカルな山岳地帯で引き去り11位に上昇、トップ10以内を狙ってフィニッシュを目指します。いいぞ、動いてる、一番動いてる。あ、見えるよ、上田彩香選手は脱水症状のためかフラフラの足取りでエイドステーションに到着。一旦座り込んでしっかり補給をしてからフィニッシュを目指します。よし、みんなきついか、頑張ってフィニッシュしよう。よし、頑張れ。そして楠田鈴葉選手は最終的には11位でフィニッシュ、初参戦にして大健闘です。上田彩香選手は20位でフィニッシュ、悔しさのにじむゴールとなりました。今回、前半はですね、なるべく抑えていこうと思って、自分でも余裕を持っていったつもりだったんですけども、2回目の上りから思ったよりね、ペースが上がらなくて、自分の持ち味である上りがね、アタックできなくて、ちょっといまいちレース内容としては満足いく内容ではなかったです。下りも、急な下りとかはね、なかなか滑ってばっかりで、大さんがいた江戸からは、結構走れたんですけども、本当に、スカイランニングの醍醐味である、上り、急な上り、急な下りってところが、今回いまいちだったので、またちょっと、技術磨いて出直していきたいなというふうに思います。チームとしてもね、最初の方は龍之介がねついてきてくれて、まとまってねパックでいけたので、その辺はいい流れだったかなというふうに思います。その後、離れてはしまったんですけども、今後に向けて、チームとして戦う、レースの展開として戦うっていう、一つきっかけがつかめたんじゃないかなというふうに思います。で結果として、今回3位だったんですけども、最低限メダル取れて、コンバインドの、優勝につながったので、スカイのレース内容としては僕としては全然満足いってないですけども、トータルとしてチームジャパンとして考えたときに、しっかり3つ、メダル取れたのは良かったかなというふうに思います。今回は、コンバインドで、メダルを狙える位置でスタートだったんですけど、後半、しっかり押し切ることができなくてわずか10秒差でメダルを逃したんですけど、
初めての世界選手権、初めての、場所で走れたことはすごいいい経験になると思うので、なったと思うので、来年の世界選手権ではしっかり代表に選ばれて入賞を目指したいと思います。応援ありがとうございました。今回は僕が代表で選ばれたレースでもあったんで、バーティカルよりも、結構気持ち入って準備してきたんですけど、で結構42キロで2800っていうのと、後半テクニカルな部分があるので後半勝負だなと思って前半抑えて入りました。で最後のダウンヒルで数人抜かして順位上げようと思ってたんですけど、まあもうそこまで足が持ってなくて、結果実力不足で最後逆に抜かれて順位を落とすっていう形になってしまって、個人的にはすごい悔しい思いがいっぱいです。また日本に戻って修行して来年世界選手権もう一回挑めるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。目標がトップ10だったので11位だったのはすごい悔しいです。でもなんか初めての海外レースで、もう走ってる山から見える景色とかがすごくてめちゃくちゃ楽しくて、多分楽しんだ率では今日出た選手の中では一番だったんじゃないかなって、その楽しんだことですごいいい走りができたんだと思います。また日本に帰ってからも頑張ります。今回前半抑え目で後半上げていくっていうレース展開を予想してたんですけれども、体の足の方は前半抑え目に打って後半動いてきたなという感覚があったんですけれども、そのタイミングで体があまりうまいのを体の不調で、体に力が入らずに走る足は残っているのに走れないというような状況が続いて、それが最後35キロ地点ぐらいまで続いてしまって、35キロ地点でしっかり補給して休憩して水もかぶって心機一転で、だいぶ回復はしたんですけど、結果としては目標の10位に届かず20位というところで終わってしまいました。来年も世界選手権があるということなので、今回の悔しさを晴らすためにまず、9月末の日本選手権でしっかり切符を勝ち取りたいと思います。はい、来年は出場してしっかりチームのポイントにも貢献できるような走りをしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。3年ぶりに開催された世界選手権は、世界各国から選手たちが集えること、そして障壁も差別もなく公正公平に競い合えることが、なんて幸せなことか。国際的なスポーツイベントの価値を改めて再認識する機会となりました。今回の日本代表チームは少数精鋭でしたが、今までの日本代表チームの中で最も団結力があり、一つの方向を向いて世界に挑んだチームであったといえます。その中で上田瑠偉選手の快挙がありました。その並大抵でない努力は世界から称賛を受けています。そして彼を支えてくれた日本のスポーツ界の総合力の勝利でもありました。上田瑠偉選手に対して、そして彼を支えてくれた皆様に対して、そして共にスタート地点に立ったチームメイトやライバルたちに対して、心からおめでとう、ありがとうと言いたいです。日本代表の挑戦は続きます。7月末よりユース世界選手権がイタリアグランサッソで開催されます。さらに2022年世界選手権がイタリアで開催されると発表されました。引き続き応援をよろしくお願いします。 Let's crowd more sky!